どうも皆さん、マシです。というわけでマシがお送りします、バンドリー。はい、皆さんミーロプレイしましたか？俺もね、今プレイをしたんですけれども、いやね、まあご覧の通りフルコン取れてないんですよね。正直言っていい、あのね、すごい難しいこれ。まあ公式チャンネルの方でね、最初発表があって、あ、まあちょっとこれはむずいかなと思ってたんですけど、まあ案の定難しかったね。久しぶりにね、26の楽曲初見プレイしてクリアできなかったんですよね。26の楽曲でね、一番難しいのって、俺はハローハピーの傲慢かなと思ってたんですけど、いや、まあちょっとこれがね、超えてくるんじゃないかなと、まあ久しぶりにね、26の一番難しい楽曲が更新された瞬間かなと思うんですよね。まあ、ひょっとしたら、まあそんなことねえよっていうやつもいるかもしれないんですけど、まあ大多数の人がね、多分これね、26でこれはちょっと難しいって思ってる人多いと思うんですよね。まあ今日ちょっと今からミーロプレイしてって、自分も何箇所かミスってしまうところがあるね、そこのミスもちょっと確認しながらね、今からプレイしていこうと思います。はい、じゃあちょっとね、今から自分がさっきプレイしたやつをね、後取りで見ていこうかなと思うんですが、やっぱりね、2箇所やられるんですよね。うん、最悪のっけのスライドでもミスるからね。まあ、今回のこの曲もやっぱりフリックかなと思うんですよね。フリックでやられる時が多かったんでね。さあ、もうちょっといきますよ。ここね、もうこの曲の最大の気もあれだと思いますけどね。まあ、ちょっと後でスローでね、見ていこうかなと思うんですが、この曲、あとはもう一つイメージとしては、結構ノーツのね、密度が濃いかなと思って、まあ、こういう場合、ノーツの密度の多い曲っていうのは、まあ、叩き遅れ、または、ちょっとね、先走って、リズムが先走ってしまって、タイミング合わずにミスってしまうっていう場面がね、結構あったりするので、まあ、もし自分の端末で録画できる環境とかがあるならば、こんな風に録画をして、自分がまあ叩き遅れてミスしてるのか、もしくは先走ってミスってるのかっていうのをちょっと見ながらやっていくと、結構ミスが減ってくるんでね、また精度も上がってくるんでね。で、自分も今これ見る限りでは、まあ、ちょっと叩き遅れがちょっとあるなっていうところがあるので、ちょっと気持ちね、意識をしていこうかなと思いますね。あとはまあフリックなんですけど、基本的にフリックっていうのは左右対称に位置してるので、まあ最初のフリックはここなら次は反対側にあるんだよなっていう意識というかイメージを持ってやると、フリックってのやりやすいのかなと。まあ、同情しもあったんだ、そこ。まあ、同情しはまあギルティークラウンとかでね、練習もできるし。さあ、もう来ますよ、あそこがね。いや、あそこなんだよな、本当に。はい、まあちょっとね、あのミスのポイント見ていこうかなと思うんですが、ここがね、多分叩き遅れてるんだよね、多分そうだよね。で、フリックも遅いっていう感じだね。1回目はそう。で、2回目ですね。2回目も多分、焦ってるんじゃないかなって、ここも、ああ、早いね。で、あそこもフリックがちょっと意味わかってないですね。あそこら辺ね。まあ、とりあえず、意識としてはやっぱちょっと弾くときに次のオーツ向けて弾くこと、というのと、あとはちょっとやっぱり叩き遅れがあったりするんで、もうちょっとやっぱり早くやるべきかなと自分は思いましたね。で、今回このような結果ですね。まあ、一応ね、まあ、ミス3まではちょっと抑えれるようになったんですけど、どうしてもやっぱり焦り出てきてしまう、あそこら辺を何回かやりながら、克服していけたらいいのかなと思います。はい。まあ、この動画ね、まあ、参考になるかどうかわかりませんけどもね、皆さん、ミール頑張って、クリアまたフルコンできるように頑張っていきましょう。いやー、ミーロって難しいよね。え、リンコちゃんもそう思うだよね。でもリンコちゃんの端末のミーロの部分もなんか虹色に光ってるんだけど、あはは。ちょっと海見に行ってくる。